菊岡誠二郎は総務省の官僚で SAO 事件の行く末を見たいがため対策チームに志願し、最初から全てある計画を立ち上げるためにキリトに近づいた。 SAO から帰還したキリトに両親よりも早く病院を訪れ、アスナの居場所を教えて、それを出しにして SAO の情報を引き出したり、隠れミノにしていた通称仮想化に垂れ込む事件の解決にキリトを使ったりした。攻略組の中でもさらに上位にいたキリトは、日本中で最も仮想世界に順応した人間だと菊岡さんは考え、どうしても必要だと考え3人のうちの1人であって、その計画がプロジェクトアリシゼーション、人の代わりに AI を戦争で使うという計画の目的を聞いたとき、アスナはブチギレ、カーディナルを亡くし、友情を亡くし、そのあまりに儚い AI たちの命のあり方にキリトはブチギレ、 AI の人権を全く考えていなかった非常な気候家さんだが、キリトが頭を下げてお願いした後は AI の人権付与を主張して動くラースの意思と同様なので、気候家さんも変わったように見える。今や人生をかけた夢だとアンダーワールドの存続に動いている。